リリアンはスウェーデン王子ハルダンドコーベルティルの日、ウェールズスフォンジーに父、ウィリアム・ジョンと母、グラディス・メアリーの間に生まれる。出生時のファーストネームはリリアンだったが、ファッションモデルとしてデビューする際に現在のリリアンに改名した。1940年に俳優のイバン・クレイグと結婚した。第二次世界大戦中は海軍のラジオ工場と、 小病兵のための病院に勤務した。1943年にロンドンでも用されたリリアンの28歳の誕生記念カクテルパーティーにおいてベルティルと知り合い直後に交際を開始した。1945年イヴァンと離婚し、翌1946年にはベルティルがフランスのバーール県にリリアンとの隠れ家を購入したものの1947年に ベルティルの長兄で王位を継承する予定だったベステルボッテン公グスタフ・アドルフが航空事故で急成し当時まだ一歳の王位カール・グスタフ王子が高齢の父の刑事として近い将来に王夫と仕孫となるべき立場になった際は他の兄弟たちが君主である祖父グスタフ後聖の許可なく結婚したことにより王位継承刑を放棄していたため当時まだ独身だったベルティルを 将来的に摂生とすることが検討されるようになった。そのことから、ベルティルは摂生になる身として、多い継承権を放棄できなくなり、30年以上に、渡って二人は内縁関係に留まり続けた。しかし、ベルティルの父グスタフ6世やドルフは即位後、カールグスタフが青年に達するまで長寿を保つこととなり、ベルティルが摂生になることはなかった。 1973年にカールグスタフは大いにつき、国王自身も、その3年後の1976年6月19日に、一般人であるシルビア・ゾマラートと結婚した。そのことから、新国王はベルティル・トリリアンの結婚を承認し、同年12月7日に、国王夫妻立ち会いのしたベルティル・トリリアンは、ドロットニングホルム宮殿内の教会で、結婚式を挙げた。 1997年1月5日に、ベルティルはリリアンに見取られながら、自宅で亡くなったが、その後もリリアンは、王室の一員として公務その他教授に携わり続け、多数の組織の講演者を務めたほか、夫が所属していたクラブや、教会の名誉会員にも名を連ねた。2000年には、夫妻の自伝を出版した。2008年8月に、自宅で転倒して腰を負傷し、 2009年2月にも、再び自宅で、落下事故にあったことに加え、アルツハイマー型認知症を患ったことから、2010年6月3日に、完全な隠居生活に入ることが発表された。2013年3月10日、ストックホルムで逝去したが死因は明かされていない。生涯子供に恵まれず、カール16世、グスタフ自身も結婚前に両親を亡くしていたことも、 あって、彼の子供たちを孫のように可愛がっていた。ウィキメディアコモンズには、リリアンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。